茨城の山岸啓太選手です。まずは決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどういうふうに見てらっしゃいますか？しっかり踏めてるんですけど、内容と展開もあまり良くないんで修正したいと思います。やっぱり準決勝反省ですかね？そうですね、やっぱりあまりいいレースじゃなかったんで反省が多いですね。ただ1着というのはこれ結果大きいですよね？そうですね、1着で勝ち上がれたんで首の皮一枚つながったなと思ってます。さあ、そういう中で決勝はどういったレースをしていきましょうか？大橋さんがついてくれるのでしっかり積極的に走りたいと思います。ライン細切れ戦、もちろん気持ちは積極的に行くわけですね？そうですね、もうみんな強いんで負けないように頑張りたいと思います。この愛称 E バンクで S 級特進決めたいですね。そうですね、できればいいですね。まずは力を出し切ろうと。そうですね。では最後に一言メッセージをよろしくお願いします。しっかり自分の力を出し切っていい結果がついてくるように頑張ります。応援のほどよろしくお願いします。青森の日向康之選手です。まずは決勝戦進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか？連日ちょっと重いですね。はい。ただしっかり自分の競争はできてますか？そうですね、はい、行くとこ行けてるんでいいと思います。近況はずっと勝負強いですね。この辺は練習の成果なんでしょうか？いや、流れいいだけですね。はい。ナイトアケリも得意なんですよね？そうですね、はい、寝る時間多いんで、はい、助かります。さあ、今回の決勝はどういったレースをしていきましょう？そうですね、みんな強いんで自分が行けるところあったら行こうと思います。当然勝てる出来にはあると？そうですね、勝てるように走りたいと思います。ラインで決めたいですね。そうですね、遠野崎さん地元なんで、はい、頑張ります。では最後に一言お願いします。明日は優勝できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。静岡の二藤源太選手です。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか？いつも重いイメージがあるんですけど、そんなに感じないんで調子はいいと思います。今日の準決勝もしのげましたもんね。はい、なんとか、はい、で決勝はどういったレースをされますか？初日同様に立川さんにお任せしてしっかりついてくります。うまく連携したいですね。はい。まずはしっかりと番手ですか？そうですね、はい。あとは直線勝負になればいいですね。そうですね、自分のやることをやって勝負できれば。では最後に一言お願いします。優勝を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。埼玉の大沢博之選手です。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか？初日は自分ではもうちょっと伸びたかなと思ったんですけど、接戦の5着でなんとか陣営にも乗れて、運もついてきたかなと思います。で今日も阿部君を、陣営引っ張ってもらって、そのまま流れ的にいい方向に来てると思います。しっかり番手回ってますもんね。はい、そうですね。でこのバンクも以前もともとは初優勝のバンクですもんね、函館は。そうです、はい、何度も優勝されてますけれども。そうですね、多分2回ぐらいここで完全優勝してると思うんですけど、相性はいいと思います。はい。さあ、今回の決勝はどういったレースをされますか？準決同様に阿部君に、今度は周りが強いのでもう離れないことだけを意識して走ります。まずは番手食らいついてですか？そうですね、それしかないですね。なんとかあとは突っ込みたいですね、直線で。それが理想ですけど、そこまで足が残ってるかどうかですね。では最後に一言お願いいたします。明日も阿部君に食らいついて走りますので応援よろしくお願いします。千葉の立川和成選手です。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか？そうですね、初日2日目、展開組み立て的にはあんまり良くなかったんですけど、足の感じはそんな悪くないと思うんで、明日は頑張りたいと思います。近況はずっと続けて決勝乗ってますも、流れもいいんじゃないですか？そうですね、最初の2場所だけ乗れなかっただけで、あと乗れてるので調子は維持できてると思います。このバンクも去年から決勝が、チャレンジから続いている感じがするんですけども、どうでしょうかね？そうですね、今のところ今回で3場所連続乗れてると思うので、
まあ、相性のいいバンクだと思ってます。今年の4月の開幕戦は決勝3着だったんですけども、今回それ以上欲しいですね。そうですね、まあ、前回3着だったんで今回はそれ以上目標に頑張りたいと思います。どういったレースをイメージしてますか？まあ、明日はもうみんなやっぱ自分より点数上位の人なんで、まあ、チャレンジャーのつもりで一生懸命頑張りたいと思います。ライン細切れ戦、やっぱり後手踏まないように行きたいですね。そうですね、やっぱ前々攻めていって、まあ、行けるとこからまくっていきたいと思います。では最後に一言お願いします。明日は優勝目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。神奈川の高橋雄介選手です。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見ていらっしゃいますか？悪くもないですけど、すごい良くもないです。今回は調子以上に気持ちが入ってますかね？そうですね、もう前回と全然場所あんまり気合入ってなくて、今回は絶対に、決勝乗ろうと思ったんで、うまくそれが噛み合ってくれて。でその決勝はどういったレースをされるんですか？難関の先輩2人いるんですけど、3番手回りになっちゃうんで、まあ、昨日今日自分で動いてるんで、まあ、別戦で短期で何でもやらせてもらいます。強気に自在に攻めていこうと。そうですね、うまく流れ読んでいきたいですね。そうですね、流れ掴んでチャンスあればいけると思うんで頑張ります。では最後に一言お願いします。今日も応援ありがとうございます。応援のおかげで気合入ったんで、明日もその応援に応えれるように頑張ります。お願いします。北海道の殿崎和成選手です。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか？そうですね、前回の箱当てで準決勝悔しい思いして9着取っちゃったんで、今日は何としてもっていう強い気持ちを持ってレースに臨んで、結果2着取れたんでちょっとホッとしてます。非常に厳しい展開でしたもんね、そこをしのいで。そうですね、みんな横もできる選手も多かったんで、まあ、強い日向君の後ろすんなり回れるとは思ってなかったんですけども、なんとかしのいで食らいつけたんで、はい、安心してます。勝ちの大きい地元の決勝ですけども、どういったレースをしていきますか今回は？そうですね、今年最後の函館なんで、なんとか確定版乗れるようにしっかり決勝戦も食らいついていきたいと思ってます。はい、もう気持ちはもう2割増し3割増しですもんね。そうですね、はい、なんとかファンの後押しもあって指したいですね。そうですね、応援してくれる人たちもいたんで、その後押しもあってなんとか確定版乗りたいなっていう気持ちが強かったんで、はい、嬉しいです。では最後に一言メッセージよろしくお願いします。はい、今年最後の函館でなんとか決勝乗れたんで、そのままあの勢いで確定版もしくは初優勝もここでしたいなと思ってるんで、応援よろしくお願いします。栃木の大橋徹選手です。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか？いや、ここ最近上がってきたんで、追加だったんですけど、喜んできてすごい良かったです。流れも連日いいですもんね。そうですね、山岸くんという目標つけてもらってたんで、ヘマはできないなと思って、はい、さあ決勝どういったレースをしていきますか？また山岸くんについて、はい、しっかりついていければなと思ってます。番手で援護もしたいですね。そうですね、できればいいんですけど、はい、なんとか死守して頑張ります。まずラインでしっかりとです。そうですね、はい、では最後に一言メッセージお願いします。そうですね、2人でいい成績取れるように頑張ります。よろしくお願いします。埼玉の阿部大輝選手です。まずは決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。まずここまで2日間ですが、ご自身では調子はどう見てらっしゃいますか？はい、体調自体はすごくいいと思います。バンクの相性もいいですもんね。はい、いいです。で今回決勝はどういったレースをしていきましょうか？大沢さんと2社なので、まあ、自分のいつも通りの走りをしたいと思います。関東は別戦なんですね。あ、そうですね、はい、なんとか優勝争いに加わっていきたいですね。はい、優勝目指して頑張ります。ライン細切れ戦、イメージはあるんですか？まあ、今日も細切れだったので、まあ、自分は、まあ、いつもあんま考えないで流れに乗ってって感じのタイプなので、あんま考えないで走りたいと思います。では最後に一言お願いします。今回函館相性いいバンクなので、2人で LINE で決められるように一生懸命頑張るんで、応援よろしくお願いします。